アブドゥルハリムムアザムシャーは、マレーシアの、第5代、第14代国王、ケダ州の第28代スルタン。第14代国王として、在位当時の継承も含めた、フルネームは、キズ・マジェスティアルム、タシムビールヒマヒブバダンツワンクアルホッチ、アブドゥルハリムムアドザムシャーイブニアルマームサルタン、バドリシャザヤンディ、ペトワンはアガーングオブマレーシアィン。継承の付け方によって、 表記揺れがあり、ジェトロアジア経済研究所の発行するアジア同行年報では、トゥアンク・アブドゥル・ハリム、トゥアンク・アブドゥル・ハリム・ムアザム国王といった表記がある。1927年11月28日、トゥアンク・アブドゥル・ハリムは、ケダ州の州とアロースターで生まれた。1949年8月に、ケダ州皇太子となり、 不王の死後1958年7月14日に第28代ケダ州スルタンとして即位した。1965年9月に第4代マレーシア副王となり5年の任期が満了した1970年の9月12日に第5代マレーシア国王として即位、新副王にはケラン・タン州のスルタンであるヤヒ・アプトラが就任した。2006年12月に 第13代マレーシア副王となり、2011年12月13日に、第14代マレーシア国王として、再度即位した。マレーシア史上最高齢の国王であり、また初めて2回即位した国王であった。2016年12月13日、ケランタン州スルタンのムハンマド5世が後を継ぎ、第15代マレーシア国王として即位した。 2017年9月11日に死去した。ペナン州では、州政府が2日間すべての旗を超位を示す半旗の位置で掲げるよう指示を出した。バヒアとの結婚1956年にバヒア、スルタンヒと結婚した。彼女との間には、双子のサリナ王女と、ソラヤ王女、三女のサフィナズ王女の3人の娘がいる。1975年に、 平民出身のハミナ王妃と結婚した。2003年8月にバヒア・スルタン妃が成去したため、彼女は2004年1月に正式にハミナ・スルタン妃となった。カルロス3世騎士団員としての紋章恒例になってからも年齢の割にが案件であったと言われている。一例として、2006年に大会に出場したケダ州のサッカーチームの試合を観戦に行った際、 車が渋滞に巻き込まれたためスタジアムまで1マイル以上徒歩で移動したことがあったという。Wikimedia Commons には、アブドゥル・ハリム・ムアザム・シャーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。